繁殖地越冬地非繁殖は、パドセプスオーリトス、耳カイツブリは、カイツブリ目カイツブリ科に分類される鳥類。体長は33センチメートルほどで、鳩くらいの大きさ。全長31から38センチメートル、翼階長59から65センチメートル。目が赤く、くちばしはまっすぐで、先がポツンと白くなっている。水に浮いている間は、黒っぽいが、 飛び立つと、羽の内側に白い部分が見える。冬和は,は、喉から腹にかけて白く、他が黒い。夏和では、頭部と背中が黒、首が褐色、腹が白となり、後頭部に帯状の金色の飾り輪が現れる。この飾り輪が長い耳のように見えるのでこの名がある。恥かいつぶりとよく似ているが、くちばしがまっすぐで先が白いこと。 顔の黒白の境界がはっきりしていることから区別する。他の貝つぶりと同じように、水に潜って魚や、貝、昆虫、甲殻類を捕食する。繁殖期には、湖や池の水草が多い区域に浮き巣を作り、4. 卵を産む。卵は、緑白色だが汚れて、赤活色になる。放卵日数は20から24日である。北欧から中央アジア。 アラスカからカナダで繁殖し、非繁殖期は温帯の海の沿岸域へ移る。日本では冬鳥である。各地の沿岸域、特に日本海側にラ来するようだが、はじ海かつぶりより数は少ない。高野真嗣、フィールドガイド日本の野鳥造歩改訂版日本野鳥の海、2007年、26ページ。桐原正史、日本の鳥550水辺の鳥造歩改訂版。 文一総合出版2009年25ページ。高野真嗣、カラー写真による日本産鳥類図鑑東海大学出版会1981年187から188ページ。ありがとうございます。